次行きましょうか。次、ゴールデンベル行きましょう。はい、さっき見せておこうかな。こちらです。じゃじゃん。17センチ、高さが 200mm です、ね。はい、で今回紹介させていただくのがこちらブラスのものです。ブラスというとブラス真鍮なんですけど、その塗装がされているものです。塗装が今回も、はい、なので塗装されているので、もう一つこっちにサボイのブラスがあるんですが、こちらは真鍮無塗装になっているので経年変化をより感じていただきやすい素材になっています。なるほど、はい、でこちらの方がお手入れはどちらかというとしやすいかなという。中の仕上げが違うんですね。中も違うし、あと外側も、はい、これは内側の塗装が白でしょう、はい、そうですね、こういう感じです。そう、はい、だから内側の仕上げが今展示しているのは内側が真っ白です。はい、真っ白ですよね、うん、見てもらうと、はい、見てもらうと真っ白ですね。ここです。でこれが内側が、真鍮の、仕上げのままのものがあるので、はい、だから光の反射の具合が全然違う。どっちが反射しますか？白の方がより反射して、ちょっと明るい、気持ち明るいですか？でやっぱ真鍮に照明照らすんで、はい、その光の色味が少しこうより黄色が強くなるっていうか、中が真鍮の場合は。そうなので、それはもう好みで、で多分食卓とかだったら、光のことだけ考えるんだったら白色の方が、反射率が高いので、効率的ではあると思います。で例えばこれを、そうトイレとか、はい、なんかこう細かなそのものが見えなくてもいいような場所であれば全部真鍮でもいいと思うんです。雰囲気が出そうですよね、うん、だからそういう風な使い分けをしてもらうといいのかなと思います。はい、ということで、じゃあアルテックの照明は一旦、はい、大丈夫かな、平気に残ったことないですか？あ、これあれですね、先ほどのお話、湖から取った形をしたフラワーベースがアルトさんの代表的な見たことある作品ではないでしょうかっていう感じです。はい、動画に映っているメンタルドライブで画質6秒が十分になってますか？それかわからないんで3つぐらい歩きます。画質6畳行けるのは、まあ、これ、PS5 のクラシックですね。はい、はい、B5 ちょっと暗めでも大丈夫だったら、まあ、B5 も、はい、まあ、いけますよ。年齢によるかな、とか今までの生活見えづらい方はちょっと厳しいかもわからない、はい、でこっちだったら全然大丈夫。これ、ね、1等でこれは何ですか？これは、ルイス・ボルセンのオラートです。オラートです、はい、これはね全体発光だからめっちゃ光ると思います。明るいと思いますよ、はい、6畳明るいです、うん。あとゴールデンベルつながりで、和室の6畳ゴールデンベル難しいですか？1棟でかな？難しいです。2棟とかでもなんかガラスが取りづらそうです、うん、それか多棟とかはどうですか？いや、電源の取り方が難しくなるんですね。和室で、2棟3棟っていうのが結構難しい、はい、現実的じゃないですか？賃貸かな。ゴールデンベルの、壁付けがあるんですよ。アームがこう出て、ここにゴールデンベルがついてるやつがあるんで、それを和室のこういうやつ、
ウォールっていうのがあるので、はい、こういうのを、和室の例えばコーナーか壁側とかに持ってきてあげると、はい、案外真ん中に置くより壁に持っていった方が反射して明るくなるんですね。そうそう。でペンダントの場合だと大体電源の位置が中心にあるじゃないですか。で、中心に一頭だけ吊るしても多分光が回りきらないんでそんなに明るく見えないんですよ、うん、でもちろんペンダントをコード延長してコーナーに下ろすこともできるけどどちらかというともうだったら話が早いですか、っていうのとこれだけこれ1個ではやっぱりなかなか6畳全部明るくなりますかって結構厳しい。どっちにしろでもゴールデンベルはつけたい、うんうん、っていうことであればこれを壁に持っていきます。で天井の照明は開くわけじゃないですか、はい、だからそこは何かしら、別の照明を簡易的なものでいいんで、まあ、設置してあげると、まあ、それだけで十分明るさが取れる。この先っちょはあれでいいですか、コンセントで刺す感じで大丈夫。そう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 、結構じゃあもう気軽に壁の壁さえつければで、これの壁も最近だったらDIY でできる突っ張り棒みたいなのがあるのでそういうものをつけて先に設置しといてそこに取り付けしてもらったら賃貸の人でも使えるんで、うん、下地がないとか、2×4 っていう角材っていうかホームセンターとかでも売ってる材料があってそれを床と天井でこう突っ張って設置するやり方柱の立て方があるんですよ簡易的な。でそこにこれをつけるもう完璧、うん、天井が低いんで高さを抑えた方がいいのかな。天井の低さがもし気になるんであれば本当だったらあんまり絞った光のタイプよりは全体に発光する方が使いやすいと思います。っていうのは天井面がこう低いと意識した場合、はい、意識してしまう場合なんで低く感じるかっていうとやっぱ天井がこう暗くなるから今距離も物理的な距離も近いしでさらに天井に光が回ってないから暗くなると天井がこう低くより感じるわけです。重い感じです。なんで全体発光するような照明器具をつけてあげて天井面もできるだけ明るくしてあげるっていう風にすると天井が高いで錯覚しますか。そう、はい、だからそういうことをちょっと意識して使ってもらうといいと思います。でもしくは、こういうちょっとそれでも器具としてはちょっと光絞った感じをつけたい、はい、言った時に周りにつける例えば予算に余裕があるんだったらフロアスタンドとかで天井をしっかり照らすようにしてください。そうすると天井面がさっき言ったように明るくなるのでペンダントは絞った光でも多分十分です。はい、ですか。アッパーのライトありますね、クロスとかで、ね、そうなのをちょっと使って、そう、うまく使って、まあファンテラみたいな全体発光するようなこういうテーブルスタンドをなんかこう棚の上とかに置いてあげるとそれだけで全然広くなったように思うと思います。目がそのように認識すると思います。ちょっと照らし方を意識してあげるといいと思いますよ。はい。